はい、それでは定例会見を始めさせていただきます。今日は発表事項が4件ございます。はじめに令和5年度の企業立地の実績がまとまりましたのでお知らせいたします。経済政策を進める上で雇用は最大の福祉政策であるという考え方のもとでですね、税収を確保し雇用を作り出していく、企業立地の推進を進めてきたわけでありますけれども、令和5年度におきまして千葉市の企業立地の保存制度を活用して新たに市内に立地していただいた、また生産基盤を増強していただいた企業につきまして、実績を取りまとめたところ昨年度に続きまして過去最多の実績を更新することができました。事業計画の認定件数ですけれども、土地や建物などをご購入いただいて進出をする所有型が15件、オフィスビルなどを賃貸されて事務所などの形で進出をされた賃借型が23件、中小企業向けに特化をしておりますけれども、段階的計画的な投資を支援していく累積投資型が3件となってございます。次に業種別の立地件数になりますけれども、所有型と累積投資型におきましては、これまでの傾向と同様 でございまして、製造業の割合が高く、全体の半数となってございます。また賃借型につきましては、情報通信関連業、また経営コンサルタントなどのですね、専門技術サービス業の立地が多くなっている状況であります。エリア市内のエリア別の立地件数ですけれども、所有型におきましては都県緑の森工業団地の最後の区画の分譲が決まっておりますほか、新里地区などの臨海部、また長沼六甲地区などの内陸部など工業系の地域での立地が多くなっております。また賃借型ではすでに発表しておりますけれども、メルセデスベンツ日本、また東洋エンジニアリングの移転に伴いまして、関連企業を含めて、幕張新都心地区に7社進出したこともございまして、幕張新都心地区が全体の約 75% を占めております。次いで千葉駅周辺の千葉都心地区が約2割となっております。で主な立地企業につきましては、今申し上げましたように、すでに共同記者会見なども行っておりますけれども、メルセデス・ベンツ日本、東洋エンジニアリング、また千葉市内のスタートアップ企業でありまして、がんの診断と治療に効果のある医薬品の研究開発をされているリンクメットの社などとなってございます。今回過去最多を更新した要因でありますけれども、特に関連新都心地区におけます大型進出を含めた賃借型の増加が大きかったというふうに受け止めております。オフィス環境をどのように企業の皆様が整えていくのか、そういった時に従業員の働き方を含めてですね、立地場所としての魅力をですね、関連新都心がお答えすることができたことが重要な要素であってなかったかというふうに思っております。実際に進出されました企業の方からはですね、地づくりの理念への共感、具体的には新規性、先端性、多様性といったことを挙げられる企業になりました。また街並みの良さや、ビルからの眺望によります人材の採用面での優位性、東京へのアクセスが良いエリアにありながらもですね、十分な床面積が確保できるなどですね、から新都心エリアのですね、評価の声を多くいただいているところでございます。こうした関西新都心エリアをはじめとしてですね、千葉市の立地環境を高く評価していただいたということではないかというふうに感じております。今年度も引き続きですね、千葉市の立地へのメリットをしっかり企業の皆様にお伝えをさせていただいて、また現在ご紹介できる産業用地もかなり少なくなってきておりますので、新しい産業用地の整備計画的に進めながら可能性のある企業へのアプローチ、また関係先との情報交換をですね、積極的に継続させていただきまして、さらなる企業立地の実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。2点目になりますが、子どもを誰でも通園制度の試行的実施でございます。国におきまして月一定時間までの利用可能枠の中で、就労の有無にかかわらず時間単位で柔軟に利用いただける
通園の仕組みとして、子ども誰でも通園制度が実施されることになっておりますけれども、千葉市としてもこの制度の本格実施を見据えまして、試行的な事業として、この7月から施設利用を開始することとしましたので、お知らせをするものでございます。この制度は全ての子どもの育ちを応援をして、全ての子育て家庭に対して働き方やライフスタイルを問わず支援を強化することを目的として実施してまいりますけれども、保育所等に通われていない0歳から3歳未満のお子さんを対象として月10時間を限度とし、お子さん1人当たり1時間300円でお預かりするものでございます。で、利用期間につきましては今年の7月1日から開始をしまして、来年の3月31日まで、としております。実施する施設につきましては3月に、公募を行わせていただきまして、今日の資料の一覧表に記載の市内の保育所、幼稚園、認定こども園など合わせて15の施設とさせていただいております。ご利用される方の選択肢を可能な限り増やしていきたいと考えておりまして、現在さらなる施設の追加も検討しているところでございまして、決まり次第追加的にお知らせをしていきたいと思っております。利用を希望される場合はですね、資料にあります事業の流れの通り、まずは千葉市への利用認定申請と要件審査が必要となってまいります。スケジュールに記載してありますように5月の1日から利用認定申請を受け付けておりまして、中旬以降にですね、利用認定の通知を申請者の方へ発送することにしております。その後6月3日からですね、利用を希望する施設の事前登録開始をさせていただいて、7月1日から施設利用を開始するというスケジュールを予定をしております。利用認定の申請につきましては千葉市電子申請サービスにておきまして受付をしておりますので、こちらから申請をしていただきたいと思います。それ以降の手続きにつきましては利用認定の通知書をお届けする際に合わせてお知らせをさせていただくことにしています。この新しい制度ですけれども、お子様にとっては保育の専門職がいる環境で家庭とは異なる経験ができたり、また同世代の子どもなど家族以外と関わる機会が得られることになります。保護者にとりましても育児負担の軽減、孤立感の解消につながることなどが期待されているというふうに期待をしているところでございます。一方でこの制度につきましては保育現場などからは懸念する声も届いておりまして、例えば保育需要が未だ上昇傾向の中で施設の定員率が高い状況ですと、で保育資格も難しい中においてどのようにしてニーズに応じた受け入れ体制を確保していくのか、また通常保育を利用いただいている子どもたちと一緒に過ごす場合に保育内容にどのような影響が生じるのか、また月10時間という限られた時間の中で子どもの育ちや子どもと保護者との関係性においてどの程度の好影響がどのように出てくるのかについてですね、指摘も出てきておりまして、千葉市にとりましても課題難しさ感じながらですね、施行を始めさせていただくことになります。で、国としても今回施行期間を設けているわけでありますけれども、こうした課題をですね、認識されているからこその施行期間の設定ではないかと思っておりますが、子ども子育て支援法の改正によりまして、令和8年度に、この制度が給付化制度化されることになれば、自治体にはこの制度を実施する義務がですね、生じてくるのではないかというふうに理解しておりまして、こうした今後の展開も踏まえてですね、子どもを中心に据えた理念にかなう仕組みを、どのように構築していくのか、今回施行事業を行うことでですね、事業者の皆様、またご利用になる保護者の皆様との連携情報交換を緊密にさせていただくことで、制度としてですね、課題がどこにあるのか、しっかりと把握をさせていただいて、その上で自治体ですとか実施施設だけの創意工夫では、解決が難しい課題があるのであればですね、国に対しても制度の改善を提案していくということもですね、行っていきたいと考えております。続きまして3点目になりますが、千葉市動物公園のゴリラのクラウドファンディングについてでございます。
まあ、あのゴリラはですね、まあ、世界中の動物園、まあ、あの千葉市動物公園でも人気 の、 あの動物でございまして、千葉市動物公園のシンボルマークにも採用しているものでございます。まあ、現在国内では6つの動物園で20頭が飼育されておりますけれども、まあ、そのうち6頭が千葉市動物公園に帰属しておりまして、国内で最多の頭数でございます。で、まあ、野生下におきましてもゴリラ絶滅危惧種でございまして、千葉市動物公園はあの我が国で、飼育するゴリラの繁殖においてですね、まあ、重要なあの役割を果たしている立場にあるというふうに考えております。で、今回の、まあ、クラウドファンディングではまあ、ゴリラの展示場を野生の生息環境に近づけることによる飼育の改善と、動物の福祉向上のためのアプローチの一つであります環境エンリッチメントによりまして、飼育されている動物が必要としていながらも足りていない刺激ですとか環境要因を整えて、まあ、動物本来の行動を引き出したり、動物の選択肢をですね、増やしていければというふうに思っております。そしてその効果を学術的に検証させていただいて、新しい飼育技術の獲得、またあのゴリラの保全、生態の解明などにですね、貢献をしていくことを目的として、ご支援を広く呼びかけるものでございます。まあ、今回のクラウドファンディングへのご支援によって、実現したいことは大きく2点ございます。1点目は展示場をあの野生の生育環境に近づけまして、本来の生態を引き出す取り組みをしていきたいということでございます。大小16種類の植物を展示場へ植樹をいたしまして、野生のゴリラが採食する消化化の植物などをですね、植樹いたしまして、ゴリラの行動変容を検証し、今後の展示場の改善に生かしていきたいと考えています。で、2つ目は学術的知見の獲得を目的とした取り組みで、ございます。千葉大学ですとか木更津工業高等専門学校、また研究機関との連携によりまして、さまざまな環境エンリッチメントを実施をし、その効果を学術的に検証していただくことで、新しい知見の獲得を行い、種の保存へのですね、貢献をしていきたいと考えています。今回のクラウドファンディングへのご支援に対する返礼品でございますけれども、あのゴリラにちなみました特別な限定ものをご用意させていただくことといたしました。例えばあのゴリラを描かれている画家であります阿部千里氏によりますモンタ油彩ポスターと、直筆のイラストが描かれましたサイン色紙のセットなど、このクラファン限定のグッズ、またあのフェアトレードコーヒーなどのゴリラ生息地をですね、援助する商品に加えまして、これまで一般の方には公開したことがないバックヤードのエリアでゴリラに至近距離で会うことができるガイドツアーなどの体験コースなど幅広く設定をしております。クラウドファンディングのご支援につきましては5月13日月曜日の9時から開始いたしますので、ぜひともあの多くの皆様からのご参加とご支援をお願いしたいと思っております。4点目、最後になりますが、社会実験イベントステイストリートの開催についてでございます。千葉市ではあの千葉国道事務所と千葉銀行とともに国道357号の地下の一体化で生まれました地上部の登録空間におきまして、にぎわいを作り出していくための社会実験イベントでありますステイストリートを開催することにいたしました。この取り組みは令和4年度に千葉国道事務所とこの道路に面しております本市と千葉銀行の3社で締結をいたしました包括連携協定に基づいて実施するもので、4回目のイベントとなります。包括連携協定では3社が相互に連携をしまして、国道357の上部空間を活用した街づくり、またのにぎわい創出による活性化を目的に今締結しておりますけれども、現在もそれぞれの立場で、提案を持ち寄りまして、将来的な利活用の方針を検討させていただいております。で、昨年度は自転車教室ですとかパラスポーツの体験、マルシェなどを実施をしまして、多くの方々にご来場いただいたわけでございますが、これまでのイベントで実施をしたアンケートの結果の中で、子ども向けのイベントの実施ですとかカフェや飲食の空間、のんびり滞在できる空間を設けてほしいなどのご要望をいただいておりました。
そこで今回5月31日金曜日と6月1日の土曜日の2日間に、子ども向け参加型イベントとして自転車教室や寄進者による、地震の体験、またパトロールカーや建設機械の試乗体験、のんびりご滞在いただける芝生ゾーンの設置など、さまざまな催しを行うこととしております。また新しい試みといたしまして、週末のイベント開催時だけではなくて、日常平常時のですね、にぎわいの創出の企画として、キッチンカーの常設を5月13日月曜日から2週間限定で行うことといたしました。今年度もこのイベントを皮切りといたしまして、8月、11月にもですね、楽しくお過ごしいただけるイベントの開催も予定をしております。これからもさらなるにぎわいの創出に向けまして、市民の皆さん、民間事業者の皆さんのご意見を伺いながら、日常的にですね、親しまれる空間になるように、将来的な利活用の検討にも取り組んでいきたいと考えております。私の方からは以上でございます。それでは幹事社から質問がありましたら、お願いします。日経新聞の田田です。よろしくお願いします。今お話しいただいたこの国道357号上区間についてお尋ねします。先生、不勉強で恐縮なんですけども、こちらは、普段歩道として使われている場所をこういったイベントに活用するという理解であっていますでしょうか。歩道はないですか。建設局です。はい、そうです、その通りです。で、そのイベント期間中はこの歩道ではなくて、民間の事業者さんとかいろいろ呼んで、そうですね、日本の事業者をするという事業者を引かせていただいて、そこで滞在をし、さまざまな体験ができるクラスなどを出展しましてですね、街中でですね、ご友人ご家族と楽しんでいただける場作りをさせていただいて、今後の恒久的な利用の仕方についてもですね、アンケートですとか、またどういったイベントに関心が高いのかなど分析をさせていただいて、将来的な利活用の検討の材料にさせていただきたいというものでございます。将来的な、恒久的な利活用というのは、同じようにそのイベントを開催する場所として活用するのか、それとも何か、商業施設を建てるような、そういったイメージでしょうか。そうですね、今こういった方針、一つの方針があるというわけではなくて、臨時的なものを継続的に行っていくことももちろん考えられますし、常設的にですね、事業展開が可能だというような事業者の提案がありましたら、そういったものも伺いながらですね、総合的に今後検討していきたいというふうに考えています。1月、11月にも同様のイベントを検討されているということでしたが、昨年これ11月に実施されたのを私も確認しているんですけれども、はい、これまでは大体年に1回のイベントだったところ、今年度については3回予定されている、そういう理解であってますか。昨年度は年2回、5月と11月を行わせていただきました。で、今年は3回と予定してございます。以上です。ありがとうございます。発表項目外でお尋ねします、はい、5月中にもですね、いわゆる地下用車活用事業が千葉市とライドシェア、千葉市と四街道市で始まる見込みです。で、こちらタクシー会社さんの管理のもと、一種免許のドライバーさんが、有償でお客さんを運ぶことができるという制度で、一定程度タクシー不足の解消にはつながると思うんですけれども、一方でやはり欧米型 その時間も台数も、それから業者、そのタクシー事業者さん以外も参入できるという意味で、より自由な規制が緩和された形でのライドシェアの全面的な導入を求める声もあります。で、6月に政府の方ではその、全面解禁に向けた議論を進めるということですが、現状神谷市長の方でこの千葉交通圏において、こういったタクシー事業者さん以外も参加できたり、より台数、それから時間曜日、こういった制限をより開放した形でのですね、より本格的なライドシェアの導入、この必要性がどうお考えか聞かせていただけますでしょうか。はい、今回導入されますいわゆる日本版ライドシェアと言われる仕組みにつきましては、欧米で一般的に行われている状況をしておりますライドシェアとは若干違った形で、導入されようとしているものだと理解をしておりますけれども、公共交通手段を確保していく
につきましては、利便性と安全性、これを両立していかなければいけないというふうに思っておりまして、その今、タクシードライバーさんの確保、非常に厳しくなっている中においてですね、今回導入される日本版ライドシェアにつきましては、一定の効果が見込まれるというふうに私も考えております。ただそれが今後の公共交通機関、タクシー需要を満たすために十分かどうかというのは、今回の日本版ライドシェアで認められているということについてよく検証した上で判断していく必要があるのではないかなというふうに思っております。いわゆるその都市部で言われているその権益、町場権益もですね、その一つでありまして、今回、曜日時間帯車両数示されたわけでありますけれども、他の都市圏と比べてその範囲、曜日時間帯は比較的狭くなっているというふうに思っておりまして、これは実際の配車アプリのデータをもとに決められたということでありますので、実態に基づいているということになろうかと思いますが、本当にその時間帯でだけで需要が満たされるのか、またその時間帯で十分にドライバーの方が確保できるのか、さまざまな懸案を確認していかなければいけないことがたくさんあろうかと思いますので、千葉市としては利用者、市民の方といいますけれども、またタクシー事業者の方とですね、ヒアリングですとか意見交換などを通じてですね、この制度が本当に十分なものなのか、市民生活を支えていく上で利便性と安全性を両立していくために十分な制度なのかどうかについてですね、よくお話を伺っていきたいというように思っておりまして、そうした利用者、また事業者の声を聞きながらですね、必要がありましたら千葉市としても制度改正、またあるべきその制度の姿についてですね、提案をしていくということを考えていきたいと思っております。事業者さんへの聞き取りっていうのはすでに始めていらっしゃるでしょうか。行っております。はい、それは具体的に県内、交通圏内のその事業者さん何社、どういう形でやっていらっしゃるか、教えていただけますでしょうか。今取りまとめ中でございますので、何社今そこで数字持っておりませんので、対応的な意見につきましては今申し上げたものになります。タクシー事業者の方としてもその時間帯でかなり時間狭まっておりますので、深夜といいますか未明ですよね、その時間帯に十分にドライバーが集まるのか、また平日の夜間もなかなかその需要が満たすことが難しいのではないかというような意見もいただいているところでありますけれども、タクシー会社さんそれぞれに見方が様々でございまして、今後また意見交換を進めながらですね、事業者の考え方、また利用される方の考え方についても市としてもしっかりと収集をしていきたいというように思います。ありがとうございます。続いてお尋ねします。今週の火曜日に熊谷知事が三県知事連名で、税源の偏在是正、そして居住地域にとらわれない子ども施策に関する措置を求める要望を国の方に、要望活動を行っております。で税源の偏在というのは昨今非常に顕著で騒がれておりますけれども、今回こういった形で熊谷知事が申し入れを行ったことに対する市長の受け止め、それから今後千葉市として何かこの分野やっていくことお考えがありましたら教えてください。はい、今回地方税制度をですね、適切に改善をして、税源の偏在是正を行うべきだというような提言を、熊谷知事はじめ神奈川県と埼玉県の、知事合わせて3名の知事でですね、担当大臣の方に要望したというふうに承知をしております。で多くの自治体が考えていることを具体的に文面にして要望されたというふうに思っておりまして、私もですね、思いを同じくするものでございます。最近子育て施策の充実がどの自治体も進めておりまして、財源のやりくりしながら充実させているところであります。千葉市としてもこの8月から子どもの利用助成、高校生相当年齢まで拡充いたしますし、独自負担についても300円に引き下げるということを行っておりますし、給食費の無償化の範囲につきましても、千葉市もの第三子以降についていち早くですね、無償化しているところでありますが、やはり例えば今回、三県知事が
念頭においては高校の授業料の無償化であります。相当の財源がかかるというふうに認識をしておりまして、例えば千葉県外から東京都に通っている高校生につきましては、隣の都内在住の高校生は授業料が無償なのに、千葉県から通っているその方は無償という形になっていまして、この子育てとか教育にかかる支援策がかなり大きく異なっているという状況になります。ただこれは決してですね、千葉県ですとか東京都以外の県が行革努力を行っているからでは全くなくて、使える財源に制度的に限界があるからなんですね。で千葉市の市町村行政から見ても、先ほど申し上げました給食費の無償化ですとか保育料の無償化について、可能な範囲でですね、対象の拡充改善努力させていただいておりますけれども、特に我々交付税の交付団体でありますので、財源にはおのずと制度的な限界がございまして、拡充したくても拡充できないという事情があるということでございます。でこういった子育て策を強化していきたいのに、どうしても制限があってできないという状況を今回はまとめていただいて、国の方に要望されたということではないかというふうに思っておりますので、こういった施策をするしないという判断以前に、税制度の地方税制度、また交付税制度によって、作られている財源の限界があるということをですね、はっきりお示しいただいたということは大きな意義があるというふうに思っておりまして、また高校の授業料の無償化をするしないというふうに分かれてしまうほどの税源の偏りがあるということをですね、はっきり示したという点と、それをやはり是正していく必要があって、子育て教育政策については住む場所に応じてですね、大きな違いがないように、していくべきだという考え方をですね、お示しいただいたんじゃないかなというふうに思っておりまして、繰り返しになりますが、思いを同じくするもので、ございます。合わせて国としてですね、子育て政策、教育政策基本的なものについては、この基本的なものというものの範囲が今結構広くなってきていると思うんですよね。子育て政策についてはやはり国難に対少子化に対応するために必要なものということでございますので、10年前とか20年に比べればいわゆるスタンダードが上がってきていると思いますけれども、それがその税制度ですとか財政制度によってできるところとかできないところがあるというのはおかしな話でありまして、偏在を是正するか、国としてしっかり財源を確保して全国統一的に行うのか、どちらかをしていただきたいという趣旨の要望で、私も思いを同じくするのでございます。ありがとうございます。私は以上です。幹事社の読売新聞、幹事社読売新聞です。よろしくお願いします。先ほどの発表の事故の子ども誰でも通園制度の部分で、これは基本的な部分に確認恐縮なんですけど、千葉市が施行自治体の一つに選ばれたので、実施するっていうことで、市として実施を希望いたしました。希望して、はい、はい、で、国から最後認められた、そうですね、希望を認めていただいたということになります、はい、選定されたということになります、はい。数字の事務局の方に聞くべき点なんだと思うんですけれども、対象者の数ですかね、生後6ヶ月か3歳未満の方ってどれぐらいいるかということですか。はい、子ども未来局でございます。お尋ねの対象者なんですけれども、資料に記載の通り3歳未満のお子さんになりますが、おおむね、千葉市現状7000人程度、認定を受け入れる方がいらっしゃるというふうに7000人に込んでいる。あくまで対象となり得る方で、はい、はい、これ申し込みの期限とかって決まる、はい、最初の期限はお示しした通りなんですが、この後も引き続きお受けする形になります。はい、ありがとうございます。それでは幹事社以外から質問がありましたので、いかがでしょうか。産経新聞の雑誌です。発表外なんですけども、京葉線のアンケートで先月30日に締め切ったかと思うんですけれども、詳細の分析はまだかと思うんですが、今どれぐらい その回答が集まって、どういう分析をされているかっていうのを教えていただけますでしょうか。
はい、京王線ダイヤ改正の影響等に関するアンケート調査を行わせていただきまして、4月末をもって一旦締め切らせていただきました。非常に多くの方にご回答いただいたわけでありますけれども、総回答数、単純集計の総回答数は 14,849件ということになっております。で回答の傾向につきましては、先日、あと追加的に資料を提供させていただいたものと変わっておりません。割合について手元の集計では、悪い影響があると答えた方、約8割、乗る電車を早める遅らす約6割、京王線から別路線に変更するなど、利用を停止された方は約3割ということになっておりまして、通勤・退勤時間帯の快速の増便、通勤・快速の復活を求める方がそれぞれ約7割、約6割いらっしゃるということでございまして、先日お話しした状況から割合に変更はないという状況であります。で今千葉銀総研さんの方で、集計させていただいておりますので、詳細な集計はこれからというふうになりますが、しっかりと解析を行いまして、今後の JR 東日本、とのですね、協議の中で、活用させていただきたいというふうに考えております。他にございます。千葉日報藤田です。よろしくお願いします。はい、管理者の日経新聞さんからもあった産地市の申し入れの関係のご質問なんですが、思いを同じにするというご発言ありましたけども、午前中の知事会見の方で熊谷知事の方が似たような立場がある自治体とも共同歩調よというようなお話をされたんですけども、どうしよう、市長として国の申し入れをするとか何らかのアクションでは考えておることありますでしょうか。はい、地方財政制度についてどうあるべきかということについては、これまで千葉市としても全く何もしてこなかったというわけではなくて、むしろ毎年ですね、千葉市としての政府要望、これ緑本と呼んでますけれども、その中でですね、言及をしているという形になっております。で昨年からは給食費の無償化の財源をしっかり確保してほしいですとか、保育料の その3歳未満児の第2子以降の無償化の半額措置についても、なんていうんでしょうかね、第1子が小学校に上がったら第2子が第2子じゃなくて第1子としてカウントされるような不平等感のある制度になっていますので、そうした子育て支援策を改善をし、それに必要な財源については居住地にかかわらずなさられるべきサービスであるので、しっかりとした地方財源を確保するか、国の方で、予算化をするということを申し入れを行ってまいりましたので、そういったことについては、今年度の政府要望でもですね、しっかりと伝えていきたいと思いますし、都道府県と政令市と一般市で少しずつ財政制度が違うところもございまして、で、それぞれその、都道府県の福利、政令市の集まり、市長会で、それぞれの置かれた制度、に対してですね、それが適用される制度について、要望を行っておりますので、まずは、そうした枠組みで の要望、最近の動きに合わせた要望をですね、しっかりと行っていきたいというふうに考えています。まずすみません、全くまた発表外で恐縮なんですが、今週末からのアルティリの方がですね、B1 昇格にかけて、準決勝が始まります。前回はここで敗れて昇格ならなかったんですけども、どうでしょう、市長として期待が大いに期待をしておりまして、ね、私昨年の5月14日あと5分で昇格を逃した場所におりまして、非常に悔しい思いをいたしました。チームも選手の皆さんも、その悔しさを胸にですね、1年間ゼロから積み上げてきた、そして再びですね、B1 昇格が決められる舞台に再び戻ってきていただいたということでありまして、ぜひともですね、多くの皆さんがアリーナに駆けつけていただいて、すでにゲーム1と2はソールドアウトみたいですので、これからそのチケットはリセールぐらいになってしまうと思いますけれども、会場に行かれる方、また会場に行かれる所要ができない方もですね、アリーナの中から外からですね、アックスとしてですね、声援をぜひ選手に送っていただきたいというように思っております。ぜひ歓喜の瞬間をですね、チーム、またアクスの皆さんともに、迎えたいというふうに思っておりまして、ビガン昇格をですね、本当に大いに期待をしております。で、B リーグは非常に厳しくて自動昇格がないんですよね。これレギュラーシーズンで勝率9割超えてますけれども、おそらくサッカーだったらもう自動昇格になってると思うんですが、
もうプレーオフで負けたらまた1年1からスタートなんですよね。まあ、非常に厳しいルールの下で行われておりますので、まあ、ぜひまあ、チームの選手も万全の体制で、まあ、試合に臨んでもらえると思いますけれども、どうしてもやっぱり緊張感もあると思いますので、我々のですね、まあ、声援を我々から声援を送らせていただいて、B1 に押し上げていきたいというふうに思っています。私もゲーム1観戦する予定でございます。ありがとうございます。先ほどのチームです。発表会で恐縮なんですが、この間KD のピスト6の件で有名なインフルエンサーの方と、動画をコラボされてましたけれども、改めて、まあ、それで結構好意的な反応とかも、X 上ですかね、あったと思うんですけど、改めてこのピスト6にこうなぜ力を入れるのかであったりとか、その存在初めて知った市民も多いのかなと思うので、改めてそのあたりをちょっとしてどういうスタンスでいらっしゃるのかっていうのを教えていただけたらと思います。はい、まあ、動画の中で私の思いはある程度お話しさせていただいておるわけでありますが、ピスト6は千葉市が主催している競輪でございまして、まあ、しっかりとした売り上げを確保していかないとですね、存続ができないものであります。まあ、公営競技ですから車検の売り上げで、まあ、事業を成立させなければなりません。まあ、今はJBF さん、事業を運営している会社と最低、保証契約をしましてですね、千葉市に損失額がなくなっておりますけれども、それ状況が続きますと、自宅業者の事業者の方もですね、厳しくなってまいりますので、まあ、車検の売り上げを伸ばしていくことが最大の課題ということでございます。でこれまでもさまざまなプロモーション、市としてもまた JBF 社としても行ってまいりましたが、まあ、正直申し上げまして、まあ、低迷しているという状況でありまして、どういった層に、どういったメッセージを届けていって車検を買っていただくのか、まあ、今はアプリで買えますから、会場までお越しいただかなくても購入できる状況でありますので、まあ、広く多くの方にどうアプローチしていくかが課題であります。で今回公営事業事務所と JBF 社の方で、まあ、広報戦略ですが、一から検討いただきまして、影響力のある YouTuber のヒカルさんにですね、ちょっとお願いをしてですね、共にピスト6のプロモーションを行おうという中で生まれてきた企画でございまして、まあ、実際再生回数はもちろんヒカルさん の動画になりますので100万回は超えている状況ですが、その、まあ、ピスト6 のアプリのですね、登録者が3年間で3万人だったのが2日でプラス2万人になったりとかですね、実際の車検の売上自体も、まあ、通常1500万前後なんですが、1日、動画配信翌日は6000万円弱になったり、極めて大きな効果があったと思いますし、まあ、ヒカルさん その動画を登録されている方っていうのが、20歳から30代の比較的青年で、成人化した方で、いわゆる車検の買える年齢の方で若い方が多いという特徴もありましたので、我々がプロモーションしていく層に非常に近いものがあるということでですね、まあ、今回お話をさせていただいて、まあ、実現したということでございます。まあ、様々なコメントをいただきましたが、総じて好意的な、まあ、市としても思い切って取り組みをしたことについては敬意を払いますみたいな、そんなコメントもいただいておりまして、まあ、一過性のものではない、まあ、定着した効果に今後つなげていくことが課題ではないかというふうに思っています。他に毎日新聞です。毎日新聞です。本日から担当課さんにお伺いしたいんですけれども、まあ、その立地なんですが、今回この数字で得られる市に入ってくるメリットというようなものを少し数字的にいただけたらなと思います。あとゴリラの方なんですけども、千葉市で飼っているゴリラが、2頭ということで、その名前とか年齢とかですね、ちょっと細かいデータいただけたらなと思います。あと、まあ、同じくゴリラで、市内で6頭がまあ千葉市に帰属するということで、残りの4頭がどなたなのかのあたりも教えていただけたらなと思います。はい、まず清里地ですけれども、清里地を推進している、まあ、大きな理由ですが、やはり雇用の場を生み出してもらえるということと、それが千葉市がその地域の拠点都市として、今後もですね、人口減少圧力が徐々に強まっていく中で、拠点都市として、成長していくために、まあ、重要なものであるということでございます。やはり職場があるから千葉市に、居住する、
職場があるから千葉市に通うという方がたくさんいらっしゃいます。そうした方、そうしたの地域としての求心力を高めていくためには企業立地を継続的にしていく必要があるというふうに思っておりますし、一企業からの税収というのは一般財源でありますので、福祉ですとか教育予算に充当することができます。今後独自の施策、千葉市ならではの事情を踏まえた施策の財源として極めて重要だと考えておりますので、この税収、また市内企業、既存の市内企業との取引も始まってまいりますので、経済活性化にも直結してまいります。そうした点を踏まえまして、企業立地の推進を今しているということでございます。で、それぞれ の目標というのはやはり実際に創業していただいて、税収がどうなるかとなってまいりますので、一概にいくらってなかなかこの段階では申し上げられない状況でありますので、それはぜひご理解いただきたいと思います。あと、ゴリラの動物についてはお願いしてもらいます。都市局動物公園でございます。まず当園に、飼育しております、ゴリラでございますが、オスのですね、モンタが、39歳、メスのローラが、46歳というのが、2頭飼育の状況でございます。あと当園以外のですね、6頭の状況でございますが、上野動物園がですね、すべてメスで、ももこちゃんと、ももかちゃんとすももちゃん、という、3頭、それと京都市動物園の方にすべてオスでございますが、桃太郎と、源太郎の枠が入場でございます。以上でございます。桃子、桃花、すもも、桃太郎、源太郎、私も一覧表を見たことがありますので、ちょっと所感が分かりやすいので後で出させていただきます。モンタが入った、すみません、モンタが入った状況で、千葉市におります、ね、はい、6頭、千葉市が、既存権を持っているのが6頭。はい、すみません、ローラはですね、上野動物園が、に帰属されています。はい、朝日新聞の竹中と申します。よろしくお願いします。ゴリラのところなんですけども、これ今回のクラウドファンディングの目的は、生態引き出して種の保全を持っているかなと思うんですけど、最終的にはこれゴリラの繁殖をさせるっていうのが最終的な目標っていう認識でいいですか。はい、都市局動物公園でございます。基本的にはやはり種の保存ということでですね、ゴリラを、繁殖ということも目指しておりますが、まだその前にまず日本国内においてはですね、この、ゴリラの飼育環境を改善しながらですね、動物福祉といったものを目指していくということを今考えているのが今の実態でございます。続けてなんですけども、全部この検証はモンタ君とローラちゃんを対象に意図を対象に行うっていうところですか。都市府動物公園でございます。まずは千葉市のクラウドファンディングとしてのしてございますので、当園での2頭での、その園地の実施しているというところでございます。いくつか千葉市動物公園で繁殖した子たちが国内他のところにいると思うんですけども、動物公園での繁殖の経緯みたいなものがあれば、いついつにどれぐらいここで何ちゃんが繁殖していたのがあればさらっと伺いたいんですけども、都市局動物公園でございます。千葉市動物公園においてはゴリラの繁殖の実績はございません。他の園さんでの、実績というのが実態です。動物福祉の向上というのは具体的にどういうことを図るのか。
都市局動物公園でございます。まずはやはり今回なかなかゴリラについては、生態が明らかになっていないというのが実態でございますので、ゴリラが、食するという嗜好性が強いと言われているような生姜みたいなものとかミョウガみたいなものをですね食べたことによって菜食といったものに、どう影響するのか、その後この後、設置する予定の屋外ミストとかですね環境を変えることで、行動が活発になったりといったことを期待がそれのモニタリングをしてみたりとそういったことをですね今後モニタリング検証しながら、どういったものにつながるのかというのを検証していく状況でございます。いわゆるアニマルウェルフェアあれに沿ったような形になるんですかね。動物公園でございます。まさに、動物福祉の今、全体 の、 取り組みの標語をですね千葉市はアニマルウェルフェアと表現させていただいてますのでそこに、回帰していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。他にはちょっと基本的なことを聞いて恐縮でございます。ゴリラの関係なんですけれども千葉市動物公園にはオスのモンタとメスのローラの1頭ずつがいるというふうに伺ったんですけれどもリリースの国内最短6頭が当園に帰属しているっていうここの部分っていうのはちょっと理解が及ばなくて6頭は帰属しているっていうのはどういう解釈なんでしょうか。はい、動物公園でございます。まずは千葉市動物公園にモンタがですね、千葉市が、帰属権を有しているというのが1頭、これオスでございます。それとですね、上野動物園に、モモコ、メスが、1頭おります。あと同じく上野動物園にモモカとスモモ、これがメスが両方、これで1、2、3、4頭目でございます。で、5頭目に、京都市動物園にですね、モモタロウというオスのゴリラがおります。で最後に同じく京都動物園に、そこで生まれましたケンタロウというのがゲンタロウです、ごめんなさい、ケンタロウ君というのがいるというのが 6頭の状況でございます。以上でございます。ありがとうございます。他にすいません、小室佐久間といいます。よろしくお願いいたします。重ねてちょっとゴリラのことについてお伺いしたいんですけれども、今回のクラウドファンディングで第一の目標が、1050万円、目指して、この展示の開店を図るというところがあったと思うんですけれども、まずはこれを目指してそれでそれ以上の、要は寄付金が集まった場合にこのエンジメントの方を進めるという考え方です。はい、動物公園です。基本的な考え方はその考えの通りでございます。でこれ仮になんですけれどももしこの、達成額に満たなかった場合っていうのは、どのような対処がされるのか。そうですね、達成額に達していけるようにしっかりケアしていきたいというふうに思っております。はい、古田君の話の誕生日に合わせましてクラウドファンディングを行わせましたけれども非常に大きな反響を迎えました。今回千葉市動物公園の、マークにもなっている、ゴリラが非常に重要な動物だと考えておりますけれども多くの方々に支援を呼びかけてですね、皆さんと一緒に飼育の環境を改善していきたいというふうに思っておりますので目標達成に向けてしっかりと取り組んでいきたいと思っております。じゃあもうやっぱりあくまでもその PR に力を入れて達成に向けていくと。やっぱり環境エンリッチメントといいますか、動物園において、こういう取り組みしているということを多くの方々に知っていただきたいというふうに思っておりますし、野生に近い環境を実現して、した上でですね、飼育の技術も高めていきたいというふうに思っておりますので、こういった取り組みを総合的に進めていくためにはクラウドファンディングでですね、関心を集めて、一緒に進めていくということが重要ではないかということでですね、今回こうした取り組みをさせていただくことにいたしました。ありがとうございます。続いてちょっと子ども園の、先生のことについてお伺いしたいんですけれども、なんかこの月10時間っていうのはどういうあれでこの時間を設定されたのかっていうのと、ごめんなさい、ちょっと私子供がいないものであれで分かりかねるんですけど、一人当たりこう1時間300円っていうこの支払い方法っていうのが、これはもうその場で現金で支払うような感じになってしまう。
定年度は月10時間でございますが、もうこちら国の施行事業にのっとって千葉市もやらせていただくんですけれども、千葉市が国の方が、月10時間という上限を設定しています。この10時間について十分かどうかというのはいろいろ議論もあるようですけれども、国においては施行事業においてはこれでも一定の効果があるだろうというふうに判断をされています。我々もそれにのっとって10時間というふうに設定をしております。で、この300円の料金につきましては、施設に直接お支払いいただくんですけれども、その決済の方法というのは各施設に委ねる形になりますので、現金の場合もあれば引き落としであったり、そのペイペイのような電子決済であったりということも考えられるかなと思います。ありがとうございました。で、今関連で申し上げるんですが、この千葉県、子ども誰でも通院ですけど、千葉県内では、これ始める自治体他にどこがやるんですか。県内ですと、市川市さん、松戸市さん、野田市さん、成田市さんが実施予定というふうに把握をしておきます。よろしければ以上で終了させていただきます。ありがとうございます。